近藤レーシングチームは近藤雅彦がオーナー兼監督を務めるレーシングチーム。運営母体は株式会社 MK カンパニー。歌手、俳優であり1984年からレーサーとしても活動していた近藤雅彦が1998年に当時所属していたレーシングチームチームトムスの協力を得て近藤雅彦レーシングプロジェクトを発足させ、 全日本海産に参戦。若手ドライバーの育成を図りながら、近藤自身もチーム監督として、レーシングチームの運営ノウハウを学んだ。その経験をもとにして2000年に、近藤レーシングチームを設立し、フォーミュラ日本への参戦を開始した。2002年から2004年にかけて、ルマン24時間レースに参戦。2006年から、スーパー GT GT500 クラスに参戦。 2012年から日産自動車大学校の五校と共同でスーパー耐久に参戦していたが2019年からスーパー GT GT300 クラスに移行した2019年からは参加年計画でニュルブルクリンク24時間レースへの挑戦を開始したは有効ポイント初年度より元会一ドライバーのコマスと日産の成長株である柳田の協力ラインアップと 好調な2006年型の Z を投入したことで、非常に気合が入っていたものの、横浜タイヤは日産、Z とのデータはなく、まずはタイヤの開発が先決であった。第5戦からコマスが腰痛が原因で一時離脱し、代わってアラ政治を起用。コマスは一旦第6戦で復帰するもののなかなか、調子が戻らず結局今シーズンいっぱい離脱を余儀なくされ、 こうが最終戦まで柳田とコンビを組むことに。最終戦では、マシン救済もあってにいい争いをした上で3位に入り、念願の初表彰台を獲得した。前年の最終戦でようやく初表彰台を挙げ、この年の目標は、初優勝となりそのために必要な体制を作るべく、体制強化を図った。ドライバーには2005年の全日本海産王者で、前年、 ハセミモータースポーツから参戦したオリベーラを迎え、前年途中から起用されたコートコンビを組んだ。序盤戦は、旧規定ベースの6年型で挑んだものの、特任だったため性能調整ウェイトが課せられ、さらに新規定のワークスマシンの方が、前年の車よりも速かったため非常に不利な戦いを強いられた。第3戦から念願の新車にスイッチしたが、クラッシュによりリタイア。 このように2007年度は常に苦戦を強いられてきたが第4戦のセパンサーキットでは猛暑による路面の温度の上昇からタイヤの摩耗が早く多くのチームが2ピット作戦を用いた中熱い路面とタイヤとのマッチングが良くタイヤの摩耗が他のチームに比べて遅かったことから1ピット作戦を成功させ予選14番手から優勝を果たしたもちろんチーム初勝利であり 近藤は涙を流して歓喜した。前年は新車投入が第3戦からでその間は旧型マシンでの参戦だったため苦しんだが今シーズンは開幕戦より新型マシンである GT-R を投入することとなった。すでに多くのテストもこなしており、この年も前年に引き続いて優勝を狙いつつシリーズタイトル獲得も狙う。なお、 マシン以外の体制は前年と同様である。開幕戦では、まだまだ不完全なところがあったのにもかかわらず5位入賞と、比較的滑り出しのいいスタートを切った。その後 GT-R 全体に課せられた、特別性能調整のエイトによって苦しい状況になったものの、第4戦の接板サーキットでは、トップ争いを繰り広げ、相手のミスを逃さずトップを奪いそのままチェッカーを受け、 セパンラウンドに連勝を達成。しかし、その後安定したポイントを獲得できず、特に終盤戦では、ノーポイントで終えるレースばかりだったことが大きく、全体を見渡すとあまりいい結果とは言えないシーズンとなった。前年より2009年規定を一部先取りした GT-R を投入したため、その車両を改良し参戦となったが、エンジンは2009年規定に沿っていないため、今年も、 特任車両となった。景気の減速から例年に比べ開幕前のテストの回数が減り、各チーム若干準備不足で迎えた開幕戦では予選と決勝で大きくコンディションが変わったり、他チームの戦略ミスにも助けられ、国内初優勝という申し分のないスタートを切ったが、その後のレースではなかなか良い結果が出せず、特に第5戦から3戦連続ノーポイントの レース続いてしまったこともあり、最終的にシリーズ8位に終わった。2008年より使用している GT-R を完了し参戦となり、エンジンは2009年規定に沿った3.4リットルとなった。開幕前のテストでは新しいエンジンにまつわるトラブルが多発し、開幕戦でも予選中に車両後部を大破するアクシデントに見舞われたが、決勝で コンディションが目まぐるしく変わる中で GT500 では例を見ないタイヤ無交換作戦が功を奏し2年連続開幕戦優勝という申し分のないスタートを切った。しかしその後のレースでは表彰台に上がることができず結果的にシリーズ10位に終わった。富士スピードウェイで行われた RD4 にて5年ぶりの優勝を遂げスポーツランドスゴで行われた。 RD6 で3位表彰台を獲得するも、タデリタイアを含むノーポイントとなり、チームランキング12位という結果に終わった。ニスモアンバサダーに就任したミハエルクルムに代わり、モラから柳が正隆が移籍。佐々木大輝とコンビを組むことになった。RD4 スゴにてタイヤ無交換作戦を観行し、優勝を飾る。オートポリス大対戦となった、RD。 三モテギにて無効艦作戦を観光、今季2勝目を飾った。柳田正隆に代わり、チームインパルからジョアオパオロデオリベーラが移籍。佐々木大輝とコンビを組むことになった。最後の鈴鹿 1000km となる RD5 でチーム初ポールポジションを獲得するも成績は低迷。チームランキングは14位という結果に終わった。チームインパルに移籍する佐々木に代わり、 前年度 GT300 クラスに参戦していた候補指名生が昇格、ジョアオパオロデオリベーラとコンビを組むことになった。GT500 クラスニスさんを離脱するジョアオパオロデオリベーラに代わり、チームインパルからヤンマーデンボローが移籍。フォーミュラ E でも共に活動している候補指名生とコンビを組む。GT300 クラス前年までスーパー耐久 STX クラスに参戦していた。 日産自動車大学校、混同ーレーシングチームが、スーパー GT GT300 クラスに移行。ドライバーは、ジャロックから移籍したヒラミネ、平峰和ねとサッフェネストラズのコンビで戦う。GT500 クラス GT300 クラス GT500 へ、昇格する平峰とフェネストラズに代わり、ジャロックから移籍した、藤波清人と、2年ぶりの日産復帰となる、ジョアオパオロデオリベーラのコンビで戦う。 開幕戦より二人の経験豊富な安定したドライビングで初の GT300 チャンピオンを獲得した。GT500 クラスヤンマーデンボローに代わり2017年まで所属していた佐々木大輝がチームインパルより席候補し、佐々木のコンビで戦う。2012年から2018年まで日産自動車学校と共同でスーパー耐久シリーズに GT-R ニスも GT-3 で参戦。2020年もニュルブルクリンク24時間レースに参戦予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって、見送りとなった。2021から2022年の継続参戦を計画している。MK カンパニーに関するカテゴリー。ありがとうございます。